요나! 나온다, 거이들아! 痛いではないか。邪魔だよ、ヨナ。こら、またぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。ヨナ、大丈夫？ヨナ、ヨナ。まったく、これだから人という。目の前の課題を一人でやり遂げようという心がけは実に立派である。ヨナ、ヨナと同時に実に愚かしい。なぜ古代の英知に助けを求めるのだ。古の書の深淵なる助言を聞き漏らすのか。なんだお前は。そのような雑魚ども、我なら一掃できようというのに、我を誰と心得る。男児に力を与えし、四郎の書であるぞ。見くびるでない。男児に最後の機会を与える。我の力を借りたくば、素直に頭を下げる。ヨナを助けられるの。我ら魔物どもを一掃すれば、あの魔法陣を解けよう。そんなことできるの。我を誰と心得る。何時に力を与えし、四郎の書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるの。我に歯向かうとは愚かな。死んだ万象を言葉で修飾できるこの白の章を相手に、あいつに。どうしたの。思い出せぬ。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。とにかく何とかしなきゃ。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの。血は血と音は言葉、言葉は命。どうしたのシロ。
丈夫、しっかりして。どうやら我は黒い奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力、これこそが偉大なる我が白の書。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。簡単にはいかぬらしいな。いきなり襲いかかるのは知性が感じられることだ。とはいえ2匹を同時に相手にするのは骨が折れる。あれは防御結界。何それ。防御結界の敵には剣も魔法も用をなすので。じゃあどうすれば。防御結界を張っている奴は動くことすらできる。動いている方から倒せ。落ち着け。頭に血が昇った方の負けであるぞ。今だ、とどめを刺すのだ。動く石像に喋るものか。白の力？そうらしいか。頼りないな。しっかりしてよ。今ぞ攻撃の契機だ。気をつけろ。一本綱のやつが凶暴になったぞ。分かった。ザコが湧いてきたぞ。蹴散らせ。まず小さい奴らを倒せ。お兄ちゃん、謝るのは僕の。